久しぶりに手料理食うかな。大丈夫。幸福の科学は長男が訴えられてる。下げるような発言してね。こんばんは。あ、5個ありがとうございます。うさちゃんお疲れ様だって。あ、ありがとうございます。お風呂洗ってくれたの。初花火ありがとうございます。おお、初花火じゃないけどね。休んでね、うん、ゆっくり休んでね。もう気にしないでいいから。結婚するならこういう子。結婚する？え？幸せにする。本当だよ。早い？お母さんに挨拶に行くわ。それはやだ。ちょっと早くないですか？早くないか。何？3日ぐらいって言ってた。あ、リリーさんの審査。ちょっとリリーさんのコーナー行く。ちょっとリリーさんに聞いてみようか。あ、やっぱ気に真面目だから気にしてるんだね。で、リリーさん。はい、もしもし。うさちゃん2日目なんだけど。うん、どう様子は。足立区に来て、うん、4時間掃除してくれて、うん、今ご飯まで作ってくれた。4時間だよ。4時間掃除。私も自分の家やってたんだけどさ、4時間掃除して、ね、今まで溜まってた洗濯もして、うん、そうだね。あのゆまるちゃんのパンツまで洗ってたね。いや、すごいね。うん、これ今までのこと違うよ。ちょっと違うな、ちょっとな。で、料理もなんか栄養士でできるんだよ、うん。で、これ何食べてんの今、ちょっと待って、見ていい？いや、もう食べたんだけど、うん、野菜料理、冷しゃぶで、うん、これ見て、レモン水とか作るんだよ。これ、レモンの皮剥いてレモン水。ちょっと待って、これちょっと違くない？今までのこと、やることが。今までの子たちはあれだね、部屋が片付けられない人しかいなかったっちゃね。まあ、クルちゃん以外は、うん、まあ、自分の家はしてるんだろうけどね、多分、うん、なんで人の家までしなきゃいけないのって考えると。あとこれ、すごい、レモン水芳香剤もやってくれてるね。いい匂いする、家が。部屋綺麗じゃん。部屋ピカピカだよ。これいいかもしんないね。うん、ちょっともうちょっと一緒にいて、うん、どう、居心地いいの？部屋も綺麗で。それ居心地もいいし、うん、で、G カップなんだよ。え？ G カップで、うん、でも、もう触ったの？いや、ちょこっとだけ。でも怖がってるね、男が怖くて、うん、で、1回目はやり捨てされちゃってるから、うん、で、その時痛くて、うん、もうそこから怖いんだって、男、遠いのはね。男性恐怖症？うん、軽く入ってんだな。何、今日えらく可愛い服着てんじゃん。これは、俺が寝てる時にドンキーで買ったんだって。囚人服みたいだけど可愛いね。あ、これは、俺のはペケラケジャラピケ、うん、で、1万5000円のやつバイトして買ってくれたんだって。も、持ってきてくれたの？お土産でね、プレゼント、うん、いいじゃん。なんかすっきりしてみるんだけど、いつもの安っぽい T シャツと違って、ちょっと。まあ、で、外でもいつもなんかピチピチのさ、よくわかんないの着てんだけど、いいじゃん、それ。なんかちょっとおしゃれじゃない？うん、かっこいい、かっこいい系じゃない？おしゃれ、うん、似合ってる、似合ってる。嘘、めっちゃ着心地いいやろ、ジャンピケ。すごい、暑いかなと思ったけど、涼しい。これ応援するか、これみんなな。多分、なんかおかしくならない気がするよ。え、うん、何も、ただ、あれ、なんて、波がない付き合いかもしれないね。こう、感情の、こう、ずっとこう、あ、喧嘩とかもならんみたいな。まあまあまあ、そんな感じかもね。うん、うん、そんな感じかもしれないけど、うん、でもいいんじゃない？いいんじゃない？何その喧嘩、え？怖く
とか取ってお水に変わって食べ物が野菜とかいいじゃん。うん。で、ちょ合格もらえる？うん、今のところはね、2日目。ね。めちゃくちゃ、88点じゃん。88点？うん。でも遠距離なんだけどね、ちょっと。ん？広島の子なの。遠いね。うん。そこぐらいじゃない？ちょっと。うん。こう遠距離は無理やもんな、あんた。うん、だから。あ、ブーちゃんと来てたやん。ブーちゃんと来てたけど、そうだね。頑張ろうかなって。で、男友達もいないから。私が出てないな、これ。何？99点やな。99点？うん。待って。だってすごい気が利くじゃん。このお水まで作ってくる飲み物まで。そうだよ。4時間だよ。今までの子は、ちょっとあんまり、ね、終わったこと言いたくないけど、あの、配信で見える形だけだったんだよ。言いたいことわかるかな。だって、例えば氷がなくてもさ、ゴミだけ冷蔵庫に入れとくね、眉とか。いや、名前はね、ちょっとあれだけど、形だけじゃなくて、ちゃんとした掃除だったね。あの、ゴミとかも落ちてないし。うん。なんかちょっと待って、すごいじゃん、それ、整理整頓。うん。なんかふわっちグッズも綺麗に並んでんじゃん。あ、それは元からです。いやー、4時間大変だよ、これ。そうだよ。洗濯物も全部終わったの？うん。まあ、ちょっとでも、ちゃうね、疑問なのが、どうしてのなんか顔がさ、ニコニコしてないの君の。俺のいい子すぎて気が引けてんの。違う、あの、疲れてるんだよ。うん、今、マンスリー1位狙ってるんだけど。あ、そう、あんた、女の子どうしようじゃなくて、マンスリーのこと考えてんの。やばいね、これ。いやいや、そうだよ、配信のことばっか考えてて、うん、ちょっと差がなかなか縮まらなくて。マンスリー1位と、政治に。ね、今のイベント、イラストのこの3個目のイベント、うん、ね、1っていう数字がじゃなくて2だから嫌なの。いえいえ、このイベントはまあいいんだけど、うん、マンスリー手応えあったから、300万ポイントを100万、うん、2日で150万ぐらいいったから、うん、一気に追いつくんじゃないかなっていうイメージがあったんだけど、ちょっと伸び悩んでて。どっかの最近配信に向上心出てきて。向上心出てきて、前とか配信適当だったじゃん、めっちゃ。いや、それはもう元カノと別れてまた配信頑張ろうと思って。でもこうやってすぐ出てくるんだよね。え、次から次へとね。本当だよ、俺も困ってるの。出るね、配信者やっぱ困ってるので。適当にあの地雷系だったら適当にね使ってもう捨てるんだけど、あまりにもいい子だから困ってるの。困ってるよ。地雷が良かったよ、いい子だから。じゃ、ちょっとね、なんかいじるところもないっちゅうのこれ。困っちゃうでしょ、傷つけれないし、ね、うん、ね、なんか傷つけられないしね、これ。本当だよ、下手ね。うん、こんだけしてもらってさ。本当だよ、失礼なことできないよね、ほら、こんだけしてもらって。これさ、ぶっちゃけダスキンとか呼んで、家政婦呼んで片付けてもらって相当の労力だよ、これ、うん、これ 2,3 人がかりでやる仕事だよ、普通。確かに、ゴミもすごい量だからね。だからもうさすがに傷つけれないから、ちゃんとしなきゃなって。傷つけてもいい？いや、ダメでしょ、これ。部屋ピカピカで感動しました。あー、ありがとうございます。いや、何すごい。これ、あの、形だけじゃないよ、ガチなやつだよ、これ。だから、こう、お風呂、分かるよ。お風呂掃除もしてるんだよ。え？お風呂掃除もして、今さっきトイレ行ったら、あの、便座シートもついてたわ。え？便座シート。今まで便座シートついてなかったんだけど。うん、持ってきてくれたの？あ、ドンキで買ってきたの？どこで？そうです、ドンキで買いました。でも、22歳とかでさ、そんな気っこいないよね。お姉ちゃんで、妹と弟がいて、多分面倒見てたんじゃない？あと、お母さんが働いてて、多分やってたんだと思うよ。そういうことね。うん。
今時珍しいね、そういう子ね。本当だよ、うん、で、男性経験もないんだよ。うん、なんかゼロワンでいいのかね、逆にね。そう、そっちなんだ、そうなんだよ。俺はクズじゃん。じゃあ、かわいそうだね、こんなこと気づくとね。でも俺のことクズじゃないって言ってるんだよ。誠実な、純な子だね。誠実な人だって、正直で素直だ。うまいね、あんたもそんな風に、いい風に思われちゃうとね。そうだよ、やりづらいっつうのね、これ、配信が。これ、にわかさんなのがちょっとね。うん、大人の恋を教えてあげれ。ある、うん、大人の恋か、やるかな、今日で決めるか。大人の恋、ゼロ何歳だったっけ。僕、32歳。うん、10歳違うの。うん、じゃ心配だけどね。うん、傷つけたりしないかとかさ。で、そっちだよ、傷つくんだよ、間違いなく。うん、広島に帰ってる間に、うん、他の女の子とね、コラボしたりとかしちゃうじゃん。うん、したら、傷つくんじゃない。不安定な顔してるね。誰が？俺？うん、不安定な顔。めちゃくちゃなんか幸せそうな、不安定な顔が。いやいや、だって配信のことがあるから。いっぺんに二つやね、何考えてんの。だっていっぺんにやれって言うから。だって配信休めないじゃん。うん、今までは配信休んでたんだよ、一週間とかね。でも同時進行でやってるからもういっぱいいっぱいなんだよ。うん、マンスリー1位取れるかっていう心配と、この子とうまくやっていけんのかどうしようみたいな感じで。今もマンスリー1位がちょっと危ういんだよ。もう黄色信号なの。このペースじゃ無理なの。なんか怪しいね、あんた。何が怪しいの。目が泳いでる。目が泳いでる。いや、好きだよ、うさちゃんの。うん、うん、ちょっと遊びに行ってきたらどうか、デート。いや、そんな暇ないよ、そんな暇ない。お水美味しいな、ほんで。うまいよ、最高だよ。だ、お水に変えなよ、健康のためにさ。うん、で、レモンの香りが、で、カロリー少ないんだよね、これ。うん、で、カロリーも気にしてるんだよ。だ、普通にさ、水やったらさ、飲みにくいから、こう、レモン入れてくれてね。そうだよ。で、後味がすっきりする。いい子だね。いい子でしょ。うん、気が利いてね、手土産まで持ってきて。そんな人いたっけ、今まで。本当だよ、ひょこんとあそこに座ってね、でしゃばらずに。やばいね、これやばいでしょ。こんな子が現れると思ってなかったもん。で、一応暇がないって何なの。普通さ、ちょっと配信はまたさ、やった、あんた今までだったらデートしてる時は配信切ってまたつけるじゃん。なんでその暇がないの。そんなこと聞いたことないんだけど、あんたに暇がない。時間作るもんじゃん。せっかくさ、広島から来てんだからさ、ちょっとディズニー行くなり映画行くなりとかない。サンリオピューロ行きたいなって。うん、行ってきなよ。サンリオピューロ行ってさ、まあ2、3時間ぐらい、2、3時間ご飯、多分サンリオピューロ行って2人でご飯食べて3時間ぐらいいいじゃん。せっかく10時間もかけてきたのにさ、掃除だけさせて家政婦みたいなことさせて帰らせるとかないじゃん。でも配信忙しくて。あんたはマンスリー1位なんかさ、初でもなんか撮ってるんだから、マンスリーってそのまあいいじゃん、まだあんだから、日あと1日。いや、もう2日しかないよ、あと3日。うん、今月あと何日なの。だから別にその3時間ぐらいでマンスリーが変動するかしないじゃん。違う、移動もいっぱいかかるから、時間。あ、もうあと4日しかない。移動中の話じゃいいじゃん。何？3時間ぐらいピューロランドとご飯1時間が別にいいじゃん。なんで10時間も自分ね、来てもらって掃除こんだけお時間させてよ。お、なんでそれだけさせて帰らせるわけいかないじゃん。サンリオピューロじゃ連れてくよ。うん、失礼な。うさ、どこ行くの。おもてなしってのないの。何、自分だけやってもらって。それ連れてくよ。でもまあ、おもてなしなすぎだわ。う
女に対して。いや、あの今月終わった後でもいいんじゃない？連れていくのは。な、彼女は何、いつ帰るの？それは俺が決める。しばらくいいの？うん、俺の言いなりだから。じゃあ、最終日終わって、待って。あ、うさちゃんな、いつまでいるの？いや、特に決めてなくて。ほら。な、31日を締め終わったら1日とか行く？いや、それならいいけど。え、なに？それまでひたすらずっと怖いぐらい泣きつけてんの？あんた。そりゃそうでしょう。あ、でも6月に。ずっとみんなに見られながら2人過ごすの？いや、だから、明日は例えば1人で配信しに行くとかね。ゆかちゃんは家でいてとかになるんじゃない？よくわかんないんだけど。うん。ゆかちゃんがどっか行きたいって言うならね、どっか行っても自由だよ。だから、明日とりあえず2、3時間休憩とかないの？何？で、だから明日はもうずっと家でゆっくりできるじゃん。で、別に6月でもいいんじゃないかなと思う。そうだね、まあ。うん、まあその落ち着かんままの状態でいても楽しくないんやったらね、うん、そのゼロワンが配信って思いながら言っとったらあかんと思うわ。そう、ちょっとまあそうやね、うたちゃんと喋ってみる。配信気にしながらデートとかしても面白くないから、相手にも失礼、余計失礼やから、うん、もうそのマンスリー1位でも2位でもさ、終わったらとりあえず行ったら、うん、うたちゃんと喋ってみる。うん、あのうたちゃん来なくても大丈夫、声通るから。ここに置いとく。こんばんは。あ、お疲れ様。お疲れ様です。すごいね、4時間。私も今日4時間やったんだけどね。あ、そうなんですか。うん、まあ、でもゼロワンとはさ、その部屋の多分用紙とか違うからすごい大変だったと思う。お疲れ、ご飯も作ってね。あ、ありがとうございます。本当に嬉しい。昨日は心配したよ。突然ホテルの部屋の景色で。そうですよね。いやー心配だわ、なんかお疲れ様、ほんとありがとうございます。いやいやいや、まあ、だからね、今月末だからこの人、はい、マンスリーのことで頭いっぱいみたいだから、終わったらね、ピューローランド連れてってもらってください。皆さん、はい、メガホンください。お願いします。2000人いたらメガホンください。すごいね、可愛いね、ピューローランドね。お願いします、はい。